ハンガリー王に即位するフランツ・ヨーゼフ一世とエリーザベト・ヒアウスグライヒはオーストリア帝国において1867年に実施された協定内し一連の政策を指す。それまで名目上はハプスブルク家が一元的に支配してきたハプスブルク君主国をオーストリア帝官僚とハンガリー王官僚に2分し、それぞれの領域を別々の政府が統治することが定められた。 一方で、オーストリア皇帝は、ハンガリー国王を兼ねる存在とされ、軍事、財政、外交面は依然として皇帝が直轄した。この結果成立した新体制を、オーストリア・ハンガリー帝国もしくは二重帝国と呼ぶ。中世においてオーストリアは、ハプスブルク家が世襲的に支配していた神聖ローマ帝国内の一、両方に過ぎず、 ハンガリー王国はそもそも帝国の支配下になかった。天気となったのは1526年のモハーチの戦いでオスマン帝国軍がハンガリー王国軍に対象したことで、この結果ハンガリー領はハプスブルク家とオスマン帝国によって分割され、ハンガリー王位もハプスブルク家のもとへ継承された。以後1806年に至るまでオーストリアとハンガリー王国は、 同訓連合の関係にあったものの、ハンガリーでは独自の政府、議会、法律が維持され、両国は共通の君主をいただくことで緩やかに統合されているに過ぎなかった。1803年の帝国代表社会議主要決議によって、新生ローマ帝国が実質的に崩壊すると、新たにオーストリア帝国が成立したものの、ハンガリーの置かれた状況は変化しなかった。 1840年代にヨーロッパを接見した自由主義の影響を受けたハンガリー革命はロシア帝国の支援を受けたオーストリアによって鎮圧されハンガリーはそれまで保持していた独自の財政権を剥奪されたもののそれ以上の措置は取られなかった1867年時のオーストリア帝国はイタリア統一戦争広島戦争等の戦争に敗北し外交においては ロシア帝国との関係を悪化させ、その世界的地位を低下させてきた。そのような中、多民族国家であるオーストリア帝国内の諸民族は活発に自治、権利を獲得するための運動をしていた。連邦的改変を求める声が諸民族から上がったが、権利を失いたくない支配者階級のドイツ人の抵抗と国色の変化を恐れた皇帝フランツヨーゼフ一世の反対もあり、 マジャール人と協力して帝国内の諸民族を抑えることとした。このドイツ人とハンガリー人との妥協を合うすぐらい人、いう。ありがとうございます。